これはおじいちゃんですか、おばあちゃんですか。あ、これあのワンちゃんなんですけど。あ、それワンちゃんですか。その家の犬です空気が取れてるかどうかを最後に最後に見るようにしてるんですよね。去年よりだいぶお客さんが席が埋まってて盛り上がりを見せてくれてて、第2回、第3回と続いていけばと思っておりましたので、嬉しく思います。皆さん今日はお入り、お越しいただいてありがとうございます。みんなそれぞれに本当に、押したいものは押して、何時間もかけて選ばさせていただいたので、今日、どんな賞を受賞されるか楽しみにしている制作関係者の方もいると思うんですけれども、本当に100何本今年また増えたんですね。第2回で増えたことも嬉しかったですし、とても僕でも発想しないようなものが増えてきたりしているので、この後時間長いですけど皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。金隆監督でした。ありがとうございました。オカルト部賞は ザ・ビュー中野ひろと様、おめでとうございます。プレゼンターは成功選考委員小出祐介さん、オカルト部吉岡様、贈呈お願いいたします。こちらでございます。では正面に目線をください。この作品は普段自分が何気なく撮る動画でしたりとか、監視カメラに映ってる自分が果たして本当の自分なのかなっていう疑問から生まれた作品で、とにかく非日常感を演出することに力を入れました。このような素敵な舞台に第1回に続いて第2回も立たせていただけることが、まさに非日常的だなと嬉しく感じております。いよいよ第2回日本ホラー映画大賞大賞作品の発表となります。第2回日本ホラー映画大賞、大賞はミッシングチャイルドビデオテープ、近藤亮太様、おめでとうございます。おめでとうございます。そして大賞へは賞金20万円が授与されます。株式会社角川イメージラマン、お願いいたします。このホラー映画大賞っていうのができたっていうのを見て、あの映画を作るのをまた始めて、去年その賞をいただいて、あの一つの目標みたいなものが自分の中でできて、来年は大賞を取ろうという気持ちでこの映画を作っていたので、あの実際にこうして大賞をいただくことができて、本当にあの心から嬉しく思います。もうかなり多くの人を巻き込んでですね、たくさん迷惑もかけたり、あとまあ、ここにはいないですが、北海道にいる両親もかなり迷惑と心配をかけていたりもするので、ちょっと、一刻も早くこの結果を伝えたいなっていう今気持ちでいます。スタッフ、友人、そしてこの賞を作ってくださった、運営員や、審査員の方々の皆様に本当に心から感謝を申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。この方もおめでとうございます。すごくホラーって私の生活に必要なものだったんだなっていうのを今回の選考で感じることができて、救われたものがあるなっていうふうに思いましたし、コメディ要素があるものもあれば正統派なホラーもあって、すごくいろんな視点で楽しめたなっていうふうに思います。皆さんありがとうございました。アニメ作品がやっぱ今回もちょっと少なくてですね、応募数もそんなに多くなかったというふうに聞いてるんですけれども、やはりもしかしたらこう作っておきながら出来上がり見て、いやこれじゃダメだって言ってこう応募するのをやめたっていう方ももしかしたらいるのかもなと思いながらも、逆に言えばそこのフィールドってまだまだこう誰も答えを出してないだけにチャレンジしていただいてですね、これがホラーの答えだみたいな感じのものをここの、ショーで打ち出せたら僕いいんじゃないかなって期待はしています。この選考会は
深夜2時の廃墟で行われたんですけど。そうですすごい嘘びっくりしました。そうだったっけ。はい、明るい時間のあの穏やかな会議室で行われた。でも本当にあのもう和気あいあいとあのなんか仲いい感じがあったので、なんか入るのはめっちゃ緊張したんですけど、すぐに受け入れてくれて本当に楽しかったです。選考会が終わってから宇野さんに、選考会中はボケないんですねそれは非常にホラーです。宇野さんちょっと期待してたね、全体的に心霊ものはちょっと減ったんですかね。そうですね、心霊ものっていう感じのものは減ったんですけど、その代わり作品のバリエーションが増えて、選考の時に作品を通して見るのもすごい楽しかった。技術面でレベルが上がってる作品が多かったなと思ったんですけど、どうでしたか。確かにそう、録音とかね。で今回やったってことは3回目もすごい楽しみになるなと思いましたね。右の3人と左の3人で、あ、それ言っちゃいますか。それを言うんですね。分かれたらどう言いましょうか。もう堀さんに裏切られない。どうも言えない。僕と小出さんの一押しの作品が逃がすという、はい、そうですね、感じになったんですけども、はい、ここに今日来てない方とか、第一審査も通らなかった方の中にも、と賞がもらえなかった方の中にも、僕ら、誰かしら推してる人がいたりしたので、自信を持ってまた続き、第3回あれば、チームを出していただければと思います。今日はありがとうございました。今回ニナニサチアレが、まあ、商業化ということで、映画作成されてると思うんですけど、率直に、まあ、商業化されるっていうところのご感想をお伺いできればと思うんですけど、いかがですか。そうですね、僕自身普段は広告の仕事をよくやってるので、でもなんかこういつか映画を撮ってみたいなと思ってて応募させていただいたんですけど、本当に何でしょう、映画を撮れるっていう機会は本当に少なくて、こういう角川さんの取り組みはすごい素晴らしいことだなと思いましたし、それをまあものにできて長編化デビューすることができて、本当率直に嬉しく思いますね。このみなに幸あれっていうのがどういう物語の作品なのかって簡単にちょっとお説明いただいてもいいですか。そうですね、まあ主人公である、まあ、古川琴音さんが演じる、まあ、お孫という設定なんですけど、まあおじいちゃんおばあちゃんの家にちょっと帰省して、まあ過ごしていると、なんかちょっと不可解なことが起きると。でどうやらなんか2階になんかいるっぽいみたいな、というのがまあイントロであります。でそこから2階の不穏なやつが、まあ、出てきて、そこからどん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 こう追い詰められていくというような形ですね。みなに幸あれというこうテーマに対して、そのなんか理想と現実の間でこう揺れ動く孫ちゃんを描いてまして、それが最後こうどっちに転ぶのかみたいな内容になってます。実際その自習的に作成されてた時と、こうやって一個の作品として作る時で違いとかって結構感じたりされました。主演に古川琴音さんに出ていただいてるんですけども、やっぱりまずそれが一番でかかったかなと。あとやっぱりそのベテランの演出部さん、助監督だったりっていうのを入っていただいたので、今までとは違うような体制で、新しい体制で作れたのがすごく大きかったなと思います。特にやっぱ古川さんが素晴らしくて、どんどん追い詰められていくようなシチュエーションなので、そこで結構こう絶叫したり感情をむき出しにする演技が多かったんですけど、そこのやっぱこう現場のパワーといいますか、僕も現場では平然と装ってたんですけど、結構心の中ではやべえやべえというか、すごいなこの女優さんというようなのを感じましたね。あ、これが本物だというか、これが本物の女優なんだというやっぱ驚きがありましたね。実際こうやって作ってみて、なんか監督なりに力を入れたポイントみたいなのってあります？そうですね、怖いと言ってもなんかこういろんな切り口があるので、まあ今までジェホラであったような恐怖ではなくて、なんかこう新しい恐怖というか、頭で考えるんじゃなくて肌で感じるというか、潜在的な意識で恐怖を感じるような映画が作れればなと思ってまして、なんか今までにないような恐怖体験が
表現できているのではないかなと思います。結構こう過激なシーンがポツポツと入ってきてまして、その辺の何でしょう、中盤から後半クライマックスにかけてのこの盛り上がりといいますか、その辺は結構あの見どころかなと思います。作っていく上でちょっとこれ大変だったなみたいなことってあります？2つあって、脚本がやっぱり僕は本当一番重要だなと思っていて、すごい時間かけさせていただいたんですけど、まあもうちょっと時間も欲しかったな、やっぱり本が一番大変だなって思います。それでやっぱり撮影時間だったりやっぱり限られてる中でいかにどう撮るっていうのがやはり大変でしたね。ただまあ役者さんスタッフさんの協力があって本当ギリギリ撮り終えたというか、ギリギリいいものが撮れてるかなとは思ってます。まあ、映画みなに幸あれ、今までにの J ホラーとはちょっと違うような、まあ、新しいジャンルのホラーが撮れたかなと思っています。なのでぜひ皆さん劇場に足を運んでいただいて見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。日本ホラー映画大賞選考委員長の清水監督と選考委員のユリアン・レトリバさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。早速なんですけども、大賞作品についてここが推しポイントだとか選考の時のお話を聞かせていただきたいなと思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。選考委員の6人が登壇した時に宇野さんが出しちゃったんでいいと思うんですけど、偶数だったんでグレンさんも入って6人、はい、これ偶数だから本当に分かれたらどうしますって言いながら本当に三々で分かれちゃった。綺麗に綺麗に、ね、堀さんがすいません私裏切っていいですかって僕の場合はですけど、第1回の時もそうだったんですけど、どうしようどっちも素晴らしいなって思った時に、あ、このよどんだ空気とかやばい空間のな空気が取れてるかどうかを最後の最後に見るようにしてるんですよね。だから同じ監督でも同じシチュエーションで同じ俳優でやってもこの感じは今回きりこれ撮った時きりしかできてないなっていうような怖い空気というかやばいやばいっていう空気が撮れてるのはどちらかというとその残った2つでは僕はミシン・チャイルド・ビデオテープだったんですよね。残念なところもあってライティングが弱いというか、まあ、狙いでやってる部分もたくさんあるんですけど暗いんですよ。普通に見てたら暗すぎて何が行われてるかってなるところがたくさんあったんで、そこは長編撮る時ももし僕も関わることになればそこは一緒に支えてフォローしていきたいなと思うんですけど、私はその専門的なこととかはわからないんですけど、やっぱりホラー映画って言ったらその日の夜までお風呂行けないとかトイレ行くの怖いとか思い出しちゃうみたいな、はい、ああいうのをやっぱり重視させてもらいまして、じゃあミッシングチャイルドビデオテープってなんかもう不穏なおぞましいあの感じって思い出しちゃうし、そこの場面に似たようなところに行ったりするのとかも怖いし、最初一人で家で見た時はなんかいろんな映像作品があって私はこれが大賞いいなと思いますみたいな感じで持って行ってたのもあったんですけど、皆さんの話聞いて確かになんかホラー映画ホラーっていうことを忘れてて思い出してっぽくないのもありましたしね、はい、これをホラーとして押していいのかっていうの、はい、でも残したいとか。そうですね、そう、今ユリアさんが言ったような家帰ってからも二度楽しめるというか思い出してしまうっていう、うん、やっぱりそういう日常性って大事だし、子供を撮ってたビデオとかいうのも皆さんどっかで経験してるし、はい、そういうのを取り込んでるのも良かったと思いますね。僕はお土産って呼んでるんですけど、お土産が多いホラー映画ほど怖いというか後まで尾を引くから、なるべく持ち帰ってもらえるお土産多い怖さを作りたいなといつも思ってるんですけど、お二人はその子供時代に今思い返すとあれ何だったんだろうって思うようなっていうのあったりしますか？あります。一番初めてああって思ったのが高校生の時なんですが、高2の時に祖母が亡くなったんですけど、家で納棺をする時なんか親戚のおばちゃんたちがなんかおばあちゃんの目がパチってなったっていうのを言ってたんですよ、うん、その物理的にじゃなくてなんかその
動かしたら目がパチパチする人形ってあったじゃないですか、はいはい、昔あんな感じパチってなったように見えたって言ってて、いいなって思ったんですよ私。なんかそういうのをなんか見たかったと思って、祖父が生きてたんですけど、はい、おじいちゃんに頼みに行って、あのもしおじいちゃんが死んだらなんか私たちに見えるようなことお願いって言って約束したんですよ。お願いお願いお願い、なんか絶対やる、分かるようなことしてって言って、でその次の年におじいちゃんが亡くなったんですよ。で同じように納棺して悲しいから泣いてて、じゃあそんなこと忘れたんですけど、ふとおじいちゃんの顔見たら目がパチッとなったんですよ。横にいた姉を見たら、お姉ちゃんもあれなんか見えたよなみたいな、2人だけが見えてたんですけど、心肺停止になって動かなくなった後のこと。あ、もうはい、もう家で納棺する時なので、じゃあ約束守ってくれたんですかね、おじいちゃん。それを私たちはもう約束って呼んでるんですけどなるほど、はい、約束みたいなそのここに、これはおじいちゃんですかおばあちゃんですか。あ、これあのワンちゃんなんですけど、ね、あ、それワンちゃんですか、すいません、はい、よその家の犬ですあの僕が怖いホラー映画ばっかり作ってる、しかも幽霊お化け系が多いんで、はい、あの父が亡くなったり身内が亡くなった時も、うん、なんかせめて出てきてくれないかなと、うん、見たことないし霊感多分あんまりないっていうか、そういう経験ないんで、はい、もうここまで来たら見たいんですよね幽霊を、これ見たって、うん、ないう経験欲しいと思ってたんですけど、はい、今足りないんですよね。あ、でも弟がちょっと早めに亡くなっちゃったんですけど、はい、枕元に立つというか、夢に出てきて、はい、枕元にいて自分があ俺は今寝てんのになって思う、なんでいんのって言ったら、いるよって普通に言って、あって目が覚めたんですよ。ってことはありましたね。それはきっと会いに来てくれたんじゃないですか、ね、なんか会いに来てくれたんだろうなと思って、うん、今回この審査員特別賞でいい人生という作品受賞されましたが、特に清水監督が推していたというようなお話もちょっとあったと思うんですけれども、うん、オカルト部賞というところでザ・ビューっていうのをオカルト部賞受賞しているんですけども、こちらについてもお二人にお伺いしたいんですけども、いかがでしょうか。第1回でもそうです、ね、去年出してくれてて賞を取ってたんですよ、ね、はい、同じ部屋で同じ監督自ら主演ですごい、ああ今年も自分で自分を取って友達できなかったのか同じ部屋なんですけど、こうトーンダウンしてなかったんですよ去年の第1回で賞取ったやつから。発想も含めて面白かったですね、アングルとか。尺もそんなに長くないじゃないですか、うん、でもなんかこうすごいもの見せてもらったみたいな感じで、全部一人でやられて出てるのも自分だから、まさにピン芸人の私もこう尊敬をするというか、すごい自分で企画考えてこうしてこうしてやってはんねやろうなと思ったらすごいです。もし次も出してくれるとしたら、さすがにちょっともうちょっとあれですね、全部うちに向かってるじゃないですか、もうちょい開いたものが見れるといいなとあの部屋をどうやって出るかとか閉じ込められてでもいいんですけど受賞作品だったり他の作品の中で気になるのあったりするでしょうか、どうでしょうか。今回受賞ならずだったんですけども、あの気に入っていたのがあって、それが For What theドアベルトールズ、フォーバッツドアベルトールズ、はい、はい、ピンポンって家に何かが来てると思ったら、荷物の中にこうなんかゾンビが入ってたりとか、なんかそういうのがずっと続くっていうやつなんですけど、それも一人で撮影されて一人で出演されて、ホラーの NHK 教育テレビみたいな感じで面白かったですよねすごかったですよね、はい、あのグロテスクといえばそうですけど、スプラッター的に、はい、目を押してうわーって言ってるのがめっちゃ長いですよ、何回見せすぎだろうって、もういいよもうよって思うぐらい中からこう人肉的な何か出てくる、はい、のも自分でやってるんです。すごいですよね、こっちと切り返しであれは多分ご実家で撮られてるってことですかね、ご自宅 で、 そうなんですかね、あの廊下のこのフローリングの隙間にこう血のりが入ってって、こう大丈夫かとかもなんかそう気になっちゃいましたそう、後でお父さんお母さん怒られないんだとやっぱり一人なんで、そのハウススタジオ借りてるとも思えない感じ で、ね、リアルな家でしたもんね。受賞してないのにこんなに話が広がっちゃった
で、その最後にですね、お二人にそれぞれ今後3回、4回に応募してくるであろう若き監督たちにコメントをいただきたいなと思います。前回は私いなかったんですけども、前回の優勝、大賞を取られた監督が今回また長編で、商業映画を撮られるっていうことダイジェストで見せていただいたんですけど、本当にめっちゃ怖そうでめっちゃ面白そうで絶対見に行くって決めました。なのでここに応募されるともうスーパー監督、スーパースター、未来のスーパースター待ってます。一番、お願いしたいことはということです。いいこと言いますよね、ミリアンさん。全部言われちゃったな。先言っちゃいました。選考委員長なんて偉そうな肩書きもらってますけど、僕も作ってる立場なので、ライバルを増やしてるだけなんですけど、清水お前なんかに言われたくねえって応募してこない方いるかもしれないので、僕だけで選んでるわけじゃないので、勇気を振り絞って僕の意見聞かなくてもいいので、また第3回も応募してくれたらと思っております。僕も負けないように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。清水監督とたまたま席が隣にならしてもらってめっちゃ嬉しくて、はい、実はめっちゃドキドキしてました、最初に。なんでですか？だタレントさんっていうか芸人さん、清水監督の顔色とか伺いながらなんか。いや、ただの裏方ですから。いいえ。